そういえば今日言ってないですもんね。今日なんかどういうか、あれ、あ、言ったっけな、今日どういうか、どういう系を取るのかはまだ聞いてないです。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。今日はね、あのね、ベティさんの政治上について今日ちょっといろいろ。それは無理、それはさすがに無理。それは、はい、それはダメか。オッケー、オッケー、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。今日はですね、今日はベティさんって言ったらね、俺司令塔がやっぱ一番すごいっていうイメージが結構あって、まあ多分なんかそのちょっと難しいっすよね。なんかどのチームもなんかいろいろな司令塔いるじゃないですか。そうですね。でなんかそれぞれがなんかそれぞれのチームでいい司令塔だから、正直なんか一概にこの人が一番いいとかっていうのはないんですけど、なんかでも大体上位に入ってるチームのすごい人って言ったら俺はベティさんかなってイメージがあったんで、ありがとうございます。で今日はベティさんに立ち回りの方をねシンプルに教えてもらおうと。立ち回りですか。はい、そうです。立ち回りを、そう、ベティさんに、まあ本当はなんかゲリラとか出れたら、まあそれはそれでありなのかなと思ったんですけど、まあちょっと今回はまあ通常マッチで、はい、立ち回りをね、教えてもらいながら、ちょっと僕がガチ弟子になるっていうね、そういう、ね、企画をね、やっていきたいと思います。いや、これ言ったら企画破綻かもしれないけど、通常マッチって立ち回り関係あんの的な。いや、もう、ないっすね。司令塔って、でもさ、俺思うんだけど、俺本当に大会とかあんまり出ないからさ、そんなにわかんないんだけど、司令塔ってでも特に何をするの？何をする？そう、まあ、やっぱり、別に司令塔、俺、あんまり知るつもりはないんですけど、やっぱり、他のメンバーとやっぱり考える、なんて言うんだろう、次どうしようっていう考えるのがちょっと早いんで、うん、次の動作とかね、うん、次の動作これしようぜっていうのが早いんで、多分俺が一番最初に喋るんで、ああなるほどね、そう、それ引っ張ってるみたいな感じです、ね、ああ、うん、全体的にっていうことか。その次のアンチの入り方とか、次のアンチとかはなんて言うんだろうね、どのタイミングでいくかとか、まあ、そういうのいろいろ含めてってことってことだよね。そうですね。え、なんかさ、俺のイメージだとさ、はい、そのなんか稲妻イレブンのさ、新藤拓斗ってわかるかな。新藤拓斗わかります、わかります。神の拓斗的な感じでさ、いつも騒いでんのかなと思ったんだよね。そういうイメージだったけど、それは違うか。まあでも外れてはないですね、別に。あ、まあ、でもやっぱそうなのか。ちょっとごめん、ベティさん、左見てみ。左なんか、イチャイチャしながら飛んでるやついるわ。ちょっとあいつら通そうぜ、さっき。いや、ぶっ通そう。ちょ、あいつらなんかさ、ハート、そう、ハートマーク、いや、マジ戦場、舐めてるわ、こいつら。あいつは戦場に対してちょっと、許せないですね、さすがに。え、ちょっと、どうする？ちょっと、これ、一旦後ろ、あ、待って、ここいるわ。ここ気をつけて。立ち回り。あ、オッケー、ごめんなさい。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと、一枚やらさせていただきました。あ、こいつあれ関係ないです、こいつ。こいつカップル関係ないんで、気をつけてください。じゃあ、高級ぶっ通しますか。あ、じゃあ、その高級、どういう感じでぶっ通します？いや、もう普通左から回っていきましょう、あ、オッケー、オッケー、オッケー。射線を切りながら、あ、待って、こう一回、一回、あ、そいつは多分、何にもない。二回、オッケー。行きましょう、クソゴミインキャ、こいつは、大丈夫。あれ？逃げた。ちょっと逃げてったな。いや、ガチ逃げてった、やばい。どういう逃げ方してんの、そいつ。はははは、やばい、オッケー。え、違うよ、ベディさん。カップル多分あっちいる。いや、マジか。ちょっと司令としちゃってください、マジ。マジカップルぶっ潰す作戦、ちょっと俺に教えてくださいよ。いろいろ待って、ごめんなさい。とりあえず、彼氏捕らえて、あ、オッケーっす。ちょっと待ってください。放置しましょう。そしたら寄ってくるんで。ちょっとごめんなさい。ちょっと俺、今、荒野内ボイスつけて、ちょっと彼氏を落としますわ。おいふざけんなよ、お前ら二人で楽しみやがってよ。顔出せよ、顔。おぉ、ナイスナイスナイス。これ置きましょう。こいつ彼氏か？おめえ彼氏か？これ彼女だ。こいつ彼女だから、こいつは見せしめにしよう。嘘つけー！やばい、彼氏怒った。あ、奥から送ってきてる。え、でもまだ遠い場所。でもワンチャンくる。あ、いや、来てるな。あ、オッケー、ありがとう。いや、ワンチャン間に合わなかったやつ。あ、いいよ。いや、これやっちゃった方がいいわ。うん。俺ちょっと奥行くわ。おー、まい、彼女ちょっと、やめろよ！書き切るだけ入れんなよ！ちょっとごめんなさい。絶対かっけるだけは入れそうね。ここで。耐えて。彼女ちょっと俺と、じゃ、今のうちに俺とイチャイチャしよう。彼女さん。ちょっと彼女さん。おい、いくら彼女のいくら、うわきうわき。お前、こっちだ彼氏なんて捨てろ。多分これ、今、蘇生、情報入ってんで。
やばい、ね、絶対来ますよ。ちょっと俺ちゃんとボイス先切るわ。今来ます来ます来ます。あ、ごめん、ギリギリ入った。おっしゃー、あぶねー、シャオラー。カップル撲滅。カップル撲滅。でも基本的にあれっすよね、やっぱりその大会とかって、なんかギリラとか俺わかんないっすけど、なんかリーグ戦とかはもうほぼ玉みたいな感じなんですよね、まあ、そうですね、やっぱリーグ戦はいかに接敵せずに、うん、はいはいはい、第4アンチまで5人残せてるチーム、まあやっぱそれが重要なんで、一番それが重要なんか、はい、だって、うん、後アンチ入りみたいな、後入りみたいな、はいはいはい、後入りあれ流行ってたけど、でも今はそんなもうなんかそこまで強くないんですよね、確か後入りとかって。もう KWL とか FFL みたいなレベルの高いリーグになると、はいはい、どうしようもできないんですよね、後入りじゃ。正味アンチのその後入りの強いとこって、うん、あのアンチ入るときにやっぱ真ん中でやり合ってるとするじゃないですか、端っことかで、はい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 、やり合ってるときにギョフレたりするんですよ、うんうんうん、ギョフレたり、あとはあの端っこでやり合うことによって敵のギョフリがなかったりするんで、それが強い点なんですよ、後入りの。なるほどね、はいはい。でもやっぱり今の環境はやっぱり後入りむずいっすね、もう後入りはアンチ内が、うん、はい、アンチ内がもう数多すぎて、あーもうアンチ内フォーカス食らっちゃうんですよ。あー、なるほどね、はい、あ、逆にね、逆にフォーカス食らっちゃうんだ。逆に食らっちゃうんですよね、どうしようもねーみたいな感じが多いんで。あー、そっか、俺は先入り派っすね。なるほどね、だから KWL とか FFL とか、はい、でかい大会、あの LTL もあったよね、確か。はいはい、俺が知ってんのここら辺だな、でも。そういうの出ると、そういうのを考えた方がいいってことだよね。難しいっすね、本当に難しい。いや、ガチむずいんだよ、でもやっぱ楽しい、やっぱ大会とかって。いや、楽しいですよ、めっちゃ考えること多いんで。あー、やっぱな、考えるからやっぱ楽しいのかな。あ、あれ、え、やばいやばい。なんかえぐいところじゃない、あれと、あの下のところと村幕いますね。オッケー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 。やりますか。やっちゃってもいいよ。俺、でも05しかないから、ちょっとね、近距離まで持ってってくれたらいい。やばい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 やばすぎー、ベティーさん、やばい、ガチやばい。ガチやばい、ガチやばい。はい、誰です。ちょっと待って、ちょっと俺やばいよ。あ、それ、あ、大丈夫。射精、オッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あれ、グレーとかないですか。俺ね、今、毒ガス投げた。ナイス、ナイス。いや、これ激アツだね。あ、うわ、あっつ、ナイス。あれ、あ、終わりました。終わった終わりました、終わりました。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いや、危ねえ。いや、でも、俺には分かってたよ。ちゃんとね、あの、やばいって言いつつも、ちゃんとあの、斜めに滑ってたから、射精は切れてた。あ、そうっすよ、あれ、あの、実は、やばいに見せかけて、あの、車を使いながら、射精を切る方法。嘘つけよ、お前。嘘つけよ、お前。危ない、ほんとに。あ、待って、あそこにいるわ。なんと、逃げた。誰に対して喧嘩取んのか、ちょっと。あ、行きましょう、あれ。オーケー。あれやっちゃいましょう。いいよ。乗りやす。車結構ダメ与えてるけど、これ、顔引っ込めた方がいい。そうか。いるな。撃っちゃいましょう。決めた。うますぎ1枚かけ。くずみちゃん。よし、ガンします、ガン。ガン、オーケー。やば、こいつもガンなんだけど。うわっはっは、オッケーオッケー、ナイス。やばい荒れてる。こうグレとかって何発ぐらい持ってればいいんですかね、これ。これいらないですかね。俺いつも大会だとグレ7、はい、目2ぐらいですね。マジ、そんな持つの。あ、持ちますよ、そんぐらい。もやばい、シャン。オッケー、ちょっと今イカ切れてもらっていいですか。オッケー、1枚下ろしました。やりました。あれ、もう強い俺ら。おー、やばいなー、もうイケイケハウスじゃん、これもう。ちょっと結構早めに俺らが刈り取っちゃいましたね、これ。割と。いやー、安定すぎよ、これもう。もう絶対勝ちでしょ、これ。勝ち。そう、フラグ立てても俺勝てる気がするもん。あ、逆に今みんなは何してるんですか、みんな、そのチームのみんなは。今ですか。ギリラ回ってる感じですかね。今は多分ギリラ回ってますね。なんか今日ギリラ行こう、チキンやギリラ行こうって言ってたんで。はい、マジすごいな、みんなやる気。珍しいですよ、アルファ D の人がチキンやギリラ行くの。あ、そうなの。はい、もう全然行かないんで。あいつら、俺なんかたぶん。やつら行かねえんだ。やつら行かねえんだ。誰筆頭に行かないですか、大体。まあみんな。ブルーかな。ブルー。あ。ブルーですね。ブルーさんね。全然ブルーさん気分や。ブルーさん気分やす、本当に。ブル
さ、あの本当に気分安い、今日ゲリラ行こうぜって言って、うん、行くんすよたまに、はいはいはい、でも俺が誘っても無理、うん、別の日に誘っても、そういう時はなんか他のチームメンバーと行ったりするんですか、やっぱり。あ、そうですね、まあ他のチームメンバーさ可愛いからな、確かにマジで、うん、いやそれでもうまいってのがすげえよな、しっかりもうビューセンスがあるんですよね多分、やらなくそうなの、普通って劣ってくじゃないですか、やってない、劣る劣る、絶対劣る、でもやってなくてあのうまさだから多分、やっぱそうなんだ、しっかり公式大会とかで見せるもんね、そうっすね、あのチャンピオンシップとかっすね、ね、マジで、あのチャンピオンシップは震えたわ、懐かしい、マジで悔しかったっす、あれは、いや、本当に5ポイント差とかそんなもんだったよね、5ポイント差の2位ですね、やばいね、あれマジしんどいと思うわ、本当に、いや部活ガチ勢だったからなんとなくその悔しさ、なんとなくわかるような気がするわ、俺も部活ガチ勢でしたよ、うん、サッカーガチってました、あ、ガチ、俺もサッカーガチだったわ、あ、そうなんですか、そう、サッカー懐かしいな、ピティさんたちったら、あ、そうそう、高校まで、でも高校サッカーが一番楽しいって言うけど、俺高校サッカーやってないんですよね、やってないの、俺今中高2なんで、あー、そっか、さすがに厳いよな、どっちもガチってない、小2から中3ですね、うん、え、ガチじゃん、え、じゃあもうバチバチ本当に上手かった人、え、もしかしてなんかナショトレとかなんかさ、いっぱいそんなごめん、ハードル上げすぎたこれ上手かったら俺もうここいませんよ間違いない、サッカー選手の道歩んでるえ、でもボット部屋じゃなかったんだけどね、あ、いや、ワンチャン2位置説あるぞ、やりますか、なんか縛り的な、いやね、そうだね、ちょっと俺じゃあちょっと俺 SR 持ってるから、ちょっと SR にするわ、もう、まあいいっすね、かも、レンガもらっていいっすか、あ、いいや、やばすぎ、おい、どこにいんだよ、おめえ、マジでやばすぎだろ、やばいよ、死んじゃうよ、オッケー、ちょ、俺、一旦レンガでいく、どこ、どっちかくんやばいじゃねえ、甘いよね、ちょっと待って、俺も SR、あと3発ある、余裕、え、あ、いるよ、OK、奥行った、いやー、ちょっとあいつ SR で俺をぶち抜くわ、で、その木は頼むよ、ちょっと、はい、わかりました、レンガで、その木はマジ頼んだ、はい、右いる、え、流れてます、うん、多分こっち流れてる、あ、いる、正面ここいる、オーケー、じゃあ俺がヘイトカーンで、まあ、やってください、ガチ大きいよ、いややばい、胴体、うわ、くっそーって任せろ、あとはお前の分まで頑張る、俺は神回よっしゃリボルバーだけど危ねー危ねえ、マジてか一発勝ちなんだけど、やば。じゃあ最後にあのご挨拶一個もろてもいいですか。アルファディアベス、これからも KWA で頑張るんで、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ということで皆さん、この動画が良ければチャンネル登録＆高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、またバイチャ。